琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、作家の小原武と、はじめまして、末吉浩二です。よろしくお願いします。キャッシュカードの口座番号は、1926。個人情報が。すいません。はい、すいません。元気っす。ちょっと今収録はね、疲れてるじゃないですか。いや、そういうテンションでもいいですけど。いいんですか？若干俺が疲れてる。大変でしたもんね。パニックやね。パニックりましたね。まあ、書いた人が言うのもなんですけど、まあ、早口言葉みたいなね、方言が出てきたりとか、あれはちょっとややこしいですよね。難しかったですね。ね、やらしといてね。耳ちり傍事。クルガニザーシ。クルガネ、クルガニ、難しいね。ウフムラウドゥンも。そうそう。意外と。カタシーグとかね。うん。難しかったですね。はい。はい。で、まあそういうちょっと、なんていうか、方言もちゃんと入れて解説しながらやると、うん、やっぱりね、聞いた人も覚えたりするので。うん、そうですね。うん。でもあれかもしれないですね。この耳ちり傍事の話、ぼんやり知ってる世代と、はっきり知ってる世代とっていう、そうですね、耳ぐすぐすっていうワードが、あ、そうですか、ドキッとくる世代と多分どういうことってなる世代いると思うんですよ。じゃあ、その、どっちの世代ですか？僕はもう耳ぐすぐすされるよって言われて、じいちゃんばあちゃんとか、子供の頃に言われて、言われて、怖かったのは覚えてます。なるほどね。はい、そういうのがあるんだよ、はい。あります、あります。この、子守歌。子守歌じゃないですよね、これね。怖いね。逆に目覚えます。子供が寝ないと耳ちり傍事が来て、耳をぐすぐす釜で切るよっていう。ね、釜っていうのもすごいですけど。本当ですよね。っていうか、この話的に別に子供は悪いことしてないけどね、と思って。してない。耳ちり傍事はほぼ、逆恨みに近い。そう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 。そもそも悪いのは黒谷雑誌ですからね。そもそも。それが化けたからね。はい。逆切れで出てきて。逆切れで出てきて。はい。これ耳だけ切るってなんかあるんですか？耳っていう。何なんですかね。かよくね、本土の人は、これ耳なし法事と混同するんですよ。あれは耳が、その呪文が書いてなかったから、琵琶法師の人がね、耳を切られちゃう話なんですけど、あれとは全く違う話ですね。で、これまあ、多分、これが真実だろうっていう説があって、はい、この耳ちり傍事、黒金ざわしっていうのは、波の上の横に五穀寺さんってあるんですよ。はい、あそこの本当三代目の住職なんですよ。実際の。名前が残ってる実在の人で、で、ちょっと離れた若狭公民館と、スーパーがあるんですけど、そこら辺が、五道院っていう隠居寺の跡なんですよ。これも分かってるんですよ。実在した。そう、実在してるんです。で、茶壇王子も茶壇、長期だったかな。ちゃんと実在した侍がいるんですね、侍がね。へえ。で、全員、まあ、いるんですよ。承継王ももちろんですけど。ところがですね、若さの、まあ、昔からのお年寄りとか言い伝えによると、この、黒金沢氏って人は悪者ではないんですね。とてもいいお坊さんだったという話が流布されてて、で、昔その首里城ってこの、新日派と、新中派と、なんかいろいろ分かれてたんですよ。首里城ってこう、正殿から入っていくと両側建物があって、片方は日本の、人たちをもてなすところ、こっちは中国の方をもてなすところがあって、まあ、沖縄としてはその両方、中国とも日本とも仲良くしたいと思ってたんですけど。はいはい、セリーグとパリーグみたいな。そんな感じ、そんな感じ。仕事ですよね。両方に当たっていい顔をしたいというかね、ちょっと悪いことが言うと。うん、ところがその、やっぱりそこでは、やっぱり内部でこういろいろあるんですよ。うん、で、戦いがあって、うん、どうやらこの方、黒金雑誌さんは、親中派の方だったのかな。で、その抗争に巻き込まれて処刑されてしまったんではないかという話があります。で、こう処刑された上に、こんな悪いものに描かれてしまったっていうことなんですか？本当はいい人なのに。はい。
で、実はですね、その黒金沢市の妖怪退治みたいな話があるんですよ。うん、あれは、あの、大野山に妖怪が出る寺があるから、黒金沢市が退治しに行くんです、ね。うん、全然言いそうなんですよ。うんうん、ところが、その、あと1700年ぐらいに編纂された旧窯っていう、沖縄の歴史書があるんですけど、はい、そこの、その、色節電っていう中に出てきた話が、今、再現してもらったこの話なんですよ。黒金沢氏が、まあ、真面目になって、茶壇王子に殺されると。へえ。いう話なんですけど、実際は、おそらくその、茶壇王子というのは、政府の役人ですから、うん、死刑を執行する人なんですね。ああ。それを考えると、うん、黒金沢氏はそれで殺されたんではないか。なるほどね。で、その一つの根拠として、黒金沢氏は茶壇王子にこう、片足具で殺されるんですけど、うん、殺される前に耳切るでしょ、うん、耳切り坊主だから、うん、はいはい、でも、うん、乱闘してる時にこんな過去あったので、うん、最初耳切って腹切るっておかしくないですか、うん、最初が首を刺したらもうそれで済む話なんですよ、ね、わーってやって、はい、ちょっとそんな顔押さえてこんな腹と切れないでしょ、ね、うん、あれは中国の昔のしきたりで、人を殺す時に罪人を人非人、つまり人じゃないものにするんです。そのために耳を切るんですよ。そうしないと人間じゃなくするってことですか？そう、そうしないとその処刑人が立たられるから、うん。人間じゃない状態にしてから殺すんですよ。まさにこれなんですよね。うん、はあ。そういうことを考えると、うん、おそらく処刑されたんじゃないかと。はあ。で、その執行人が茶壇王子だったんじゃないかという説がありますね。じゃあ、この政府の役人としていたこの茶壇王子が、はい、こういい人であったこの、うん、和尚さんを、黒金沢氏を、はい、こうただ処刑してしまったら地域住民の人たちの反感買うから、こういうわざと悪者に仕立て上げて、はい、茶壇王子が悪くないようなお話にしてるってことですかね、うん、そうですね。うわー、それはちょっと呪われますよ。それは呪われますよね。そう、あ、もっと言うと、その茶壇王子には弟子が、あ、茶壇王子じゃない、黒金沢氏には弟子がいたんですよ。はい、その弟子の人が、うん、やっぱり超能力が使えるんですよね、うん、で、そういう話があって、で、もしかしたらそのこの歌でこの宇布村うどんの角に耳ちり坊主が出るんですが、うん、何人いるのか、幾体幾体たっちょ、三体四体、うん、3人も4人も耳ちり坊主がいつの間にか分裂して、うん、ウフムラウドの角に立ってるんですよね。うん、これ考えたら、弟子の人が、そういう、なんかコスチュームを着て、で、耳を切ってる様子で、子供たちにね、茶壇王子の家系の子供たちに復讐したんではないかという、まあ、仮説ですけどね。そういう説もない。はあ、なんか考えられるから、面白いって言っていいのかわかんないですけど、ちょっと興味深いですね。はい、へえ。その復讐のとこは本当なんですか？本当っていうか、あった話。まあ、耳ちり坊主が出てきて、耳切ったっていうのは、その、旧窯の医療節電に載ってる話なんで。うん、その復讐として行われてもおかしくはない、うん。まあ、そうですね。ってことですもんね。うん、だし、その、茶壇王子の家系ですし、で、その当時なんて、この子孫が途絶えてしまったら終わってしまう、うん。そうなんですよ。大変なことですもんね。うわー。で、ちょっと著作権の関係でかけられませんけど、はい、耳ちり坊主の子守歌っていうのが、はい、まあ多分この YouTube で検索したらいっぱい出てくるんですけど、うん、あの歌も作者不明なんですよね。誰が作ったかわからない。歌ってる、ね、歌手の人はまあいっぱいいますけど、脇本康さんですかね。わからないですね。誰かな。福原ちゃんとか、もっと昔の話なんですね。そうですね。そうですね。だからこれも、もし、僕ちょっと変な話聞いて、以前その若狭公民館で働いてたんですね、僕ね。その合同員があった場所。で、その時に、街歩きとかでこの、若狭の街歩いて、耳ちり坊主の話もしたんですよ。で、それを、まあ NHK のニュースで取り上げてもらって、流れた時に、何人か来たんですね。耳ちり坊主は、本当は悪い人じゃないのに、言われて悲しいって言いに来たおばあさんとか、そういう方もいたんですけど、一人ね、本当にごま塩頭の
50歳ぐらいの男の人来て、で、なんか、いきなり、なんか、ちょっと話があるって言って、こう、外のところに呼び出されて、はい、で、名刺ポンって渡されて、奄美から来ましたって言って、うん、どうしたんですかって言ったら、いや、耳ちり坊主の話してたでしょって。私、その、耳ちり坊主だった黒金男子の、その下にいた弟子の新海上人の子孫ですと。言うんですよ。子孫いた。マジっすか。でも、正史には、正しい歴史にはそういうのないですよ。はいはい。うん、でも、その人は言うんですよ。うん、弟子だったから、師匠が殺されたから、うん、要するに、復讐のために、そういう格好をして、うん、耳ちり坊主の格好をしながら、うん、茶壇王子の家系のものを殺していったと。うん、うちの子孫はね、うん。祖先か。祖先はね。うん、それで、あの歌も、私たちの家系に伝わってる話では、昔の子孫たち、祖先か。祖先たちが、うん、茶壇王子の家系のものをビビらすために、わざと流布させたみたいな。へぇ。まあ、ここまではわかるんですけど、でも、もう一つの呪いとして、茶壇王子の家系のものが男の子で生まれたら、みんな黒くなって死ぬんですよ。うんうん、これって、そんなね、変装してできるもんでもないし、うん、これはどうしたんですかって聞いたら、いや、私たちは呪いがあると。一邪魔を飛ばして、相手を倒すことができると。で、それを今でもやるんですよ、つって。だから、この家系の人たちは、うん、今もいらっしゃるその茶壇王子の家系の人が嫌いで、もうなんか住所も押さえてるし、全部こう、怖い怖い怖い、情報は確認してるんですよって、この社長さんだったんですけど、奄美の。社長さん。ちょっと怖いですよ。めっちゃ鳥肌が立ってます。めっちゃ鳥肌が立ってます。一回ね、なんかね、国際通りがどっかで、その、茶壇王子の、家系の人と、この、新海上人の子孫の人がすれ違ったらしいんですよ。で、新海上人の子孫の人は分かるんですよ、こっちの人が。はいはいはい。で、その時に靴を脱いで、塵を払う動作をしたって。これ呪いの動作なんですよ。怖い。怖い。じゃあ、靴脱いでペッペッってやってる人、俺今呪われたって思えばいいってことですか？でもね、これね、新約聖書に載ってる話なんですよ。いやー。でもっと言うと、バビロニアの伝説にもあるんですよ、同じようなのが。バビにもあるってことですか？チリチリは、バビ。バビ。なんかそう、チリを払う。バビの実際に靴があったのかっていう話があるんですよ。自分の家族とは、違うものだ。区別するという意味でなんかあるんですよ。怖で、聖書にも、その、キリストの福音を受け入れなかった町には、立ち去るときに足の靴を、塵を払いなさい、みたいな。ドロドロっていくんですか？まあ、そうでしょうね。で、それは今でもやるんですよって言ってて。でも、これは、あなたにとっては、うちの家系の話だから、うん、公民館でそういう話をするのは別に構いませんと。うん、ね。でも、まあ、信じなくてもいいんですけど、うん、まあ、心の片隅にどっか置いといてくださいって。はあ、しかもこの、なんていうんですか、恨みが今でも続いてるっていうのも怖いですし、もちろんその言われのない、この、殺されてしまったから復讐をするっていうのも、わかりますけど、怖い。今、令和4年ですよ。めっちゃ怖い。そうですよ。アポロは月に行きましたからね。怖い。その人の最後はあれじゃないですか。うん、なんか、払って。いや、書かなかった。大丈夫ですかこんな秘密今言っちゃって。いやいや YouTube で。これ、すいません。僕、作家なんで本も書きますけど、書いていいですかって聞いたら、うん、どうぞどうぞ。あ、じゃあもう払うだけじゃなくて他に何か必要なことがあるんです。あるんでしょうね。こんな序の口。うわ、そう。最後に立ちた時に、でもこんな話誰も信じませんよって言って帰ってたんです。いや、もう我々は信じますね。逆にこの耳ちり坊主とこの逆説的なお話とか書いたらいいんですか？一回ちょっと本には書いたんですけど。おー。はい。まあ怪談を出してる出版社の文庫だったんで、はい、まあちょうど良かったかなと思って。逆に、あれです、僕もそういうちょっと歴史的な演劇で、はいはいはい、そういう風に耳ちり坊主やった後、その、
逆実はみたいな感じで、静電的な感じでなんか作っても面白いかなと思いますね。そうですよね。うん、うわぁ、怖っ。だから裏を考えたらいくらでもこういう話出てくるんですけど、怖っ。怖いですよね。今も、そういうのがまだあるんですよ。わだかまりとしてね。チャタン王子が防戦だけなんですか？チャタン王子側からの、だって解決できてないですもんね、チャタン王子側の人は、うん、まあ、要するにこの話にも出てきましたけど、うん、今でも赤ちゃんが生まれたら、病室回るんです。抱いて。赤ん坊を抱いて。これ実際にやっておられますよ。うん、へぇー、怖い。混ぜた戦いが続いてたんですね。で防戦。防戦やね、でも。この話は本当に奄美の人も、うん、もう沖縄、昔琉球古と呼ばれたところの人はよくやるんですね。うん、今もやってますよ、本当に。へえ、じゃあ、もうそのチャタン王子の子孫の家系は、うん、もう多分子供が生まれたらこうしなさいねって、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんに言われるってことですよね。うん、で、それ以外の人もまだやってる人がいると。ああ、習って。うん、ああ。田舎の集落とかね、うん、離島の人はやってると聞きましたね。で、そういったその災いを払うためにっていうことで。う, ん、うわー、僕ももしかしたら言われてたかもしれないですね。言われてたかもしれないですね。実は子孫やったりして、どっちかね。本当ですよね。知らないだけで。知らないだけで。うわぁ、そんなね。うわぁ、めっちゃ怖い。今日寝れない。どうしよう。一応、これはそういう番組なんで。うん、ね、本当寝れないわ。いや、すごい面白かった。こういうその、昔の伝承と現代が繋がってんのが沖縄の話ですよね。うん、そうですね。いや、ちょっと、僕行ってみたくなりましたもん、若さ。あ、若さ。はい。その寺のあたり、ね、どこで囲碁打ったんだろうとか。今度囲碁やりに行きますよ。そうですね。僕打てないですけど。ルール知らんけど。まあ、僕も囲碁わかんないで、五目並べになっちゃいますけどね。まあまあ、もうちょっと詳しく言うと、まあ、スーパーがあるんですよ。マックスバリューさん。はいはい、そこの若さ、ね。マックスバリュー。はい、そのマックスバリューさんの、後ろの角っこに。気まぐれポニーテール？いや、その、気まぐれポニーテールの本当の目の前に、はい、角っこにシーサーがあるんですよ。ヒヌカン若さシーサーって言うんですけど。あれは、もともとその、マックスバリューさんの土地、うん、検査場跡だったんですね。検査場っていうのは、要するにその性病を検査する場所があそこだったんですよ。で、その時から、敷地内にこうシーサーがありまして、それにいたずらをした樹里の人が、なんか、死んだとか、火事に、それで検査が燃えてしまったとかね。そういう力のあるシーサーだったみたいです。怖っ。で、その後あそこはバイク試験場になったんですけど、そのシーサーはバイク試験場の時にもあったんですね。ちょうど本当に気まぐれポニーテールさんの前で。一応、絵はあったんですけど。はい、やばい。復讐園があって、はい、ちょっと行って、この十字路があるじゃないですか。じゃあ、ちょっと、復讐園から行くと、右斜め前ぐらいってことですか？そう、そんな感じです、ね。僕、行こうと思ってたんですけど、これ面白半分で行っていい場所ですか？あ、いいと思います。何もしなければ。面白半分はダメかな。あ、そっかそっか。ちゃんと、ちゃんと、すいません、失礼しますっていう気持ちで。見に行ってもいいんですか？まあ、本当に若さしさ、誰でも見れる場所に置いてあるんで。はい。ちなみにあれは三代目です。すごい。一代目はどっか行ったんですよ。戦争でね。ああ。で、二代目は今、若さ公民館に置いてるはずです。あ、じゃあちゃんと大切に。言われはわかんないですか？そうし。わかんないんですよ。けど、まあ、ずっといるという。その話の流れから言うと、五道院にあったシーザーじゃないかというね。うわ、じゃあ黒金沢氏のパワーが。パワーは入ってます。うわ。ただ、黒金沢氏は、本当にいいお坊さんだったと、うんうん、いうことですよね。樹里、遊郭で働いてる女性たちの、ちょっと堕胎を手伝ったりとか、うん、病気を治したりとか、そういうこともしてたみたいですから。じゃあ、お医者さん的なことも。そうですね。へぇ、やっぱり、これ15分で足りないっすよ。はい。結構盛りだくさんですよ。盛りだくさんですね。あ、面白いですね。もう20分もお話聞かせてもらって、はい、いや、めっちゃ面白かった。まだまだ聞きたいところではありますけれども、はい、一回結びですか、ここで。はい。はい、まあ、次もう一本あるんでしょうか。そうですね、はい。はい。引き続きお願いします。はい。はい、ありがとうございます。今夜のお相手は神崎秀俊と、小原武史と、末吉浩二でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter、
ターのフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中、詳しくは概要欄まで。